フォールアウト76スティールダウン遊んできますさて今回はですねちょっとレディットの方で話題になっていたのですがこのパーセプションのパークグレネーディアこれは爆発物の爆発半径が2倍になるとでこれを用いることでどうやらテスラライフルの連鎖する雷撃例えばこう敵が近くにいる時に地面に向かって撃つとそのテスラライフルのこのビリビリが地面を伝ってね敵に届くようになるじゃないですか で、その伝う電撃の範囲、それがこのね、グレネーディアで広がると。この説明の通り、2倍になるらしいですね。これそこそこ前にこの情報を見たような気がしたんですけど、一回も研修したことなかったんでね、ちょっと今回ね、こちら試してみたいと思います。実際の使用感はどんなものかとか。まあ、多少先ほどね、動画で試してみたんですが、確かに、これをつけることによって、範囲ちゃんと広がりますね。まあ、後でなんか、タレットならばしとか言ってね、テスラライフル用いてみます。で、このグレネーディア、これ、 グレネードの爆発範囲とかね、2倍に本来はなるものなんですが、それはどうやらね、ずっとね、この効果が発揮しないようになってるっぽいですね。いろんな諸説はあるものの、やっぱこれずっと不害で、この効果が発揮されていないと。だから使ってる人もね、ほとんどいないみたいなね、そんな感じなんでしょうね。で、なんでテスラライフルね、この連鎖雷撃の範囲が広がるのかというと、だからこの伝わる雷撃はね、爆発攻撃のような、そういう処理にされてるっぽいですね。なので伝わる電撃も、 このグレネーディアのパークカードが適用されると。ただし、デモリンシアエクスパートとかそこら辺はなぜか効かないというね。まあ、よくわからない仕様になってますね。で、使っていく武器ですが、クワッドテスラライフル持ってますが、まあこれを使ってもいいんですけど、もう一つね、ツーショットのテスラライフル。これも持ってるんですよね。追加の弾丸が発射されて、さらに小銃中のダメージもアップ。バッツの濃さも減ると。これ使ったことないんですが、ツーショットのテスラライフルって、 電撃が2発飛ぶんですかねちょっと一発撃ってみようかな。これはツーショット。ああ、ちょっと撃つ分には、わかりませんね。ツーショットになってるのかどうか。まあ、一発分だけど、2発の攻撃になってるとか、そんな感じなのかなただ連鎖で広がる雷撃それはツーショットでどうなるかちょっとそれも気になりますね。で、一応1点、難点としては、このグレネーディア。これパーセプションなので、私の場合は今12ポイントしかないため コマンドのパークはね、ちょっと割り振れないんですよ、全部。じゃあまずはタレットのある場所。AMS 本社。こちらでちょっと試してみようかな。どこか他の人のキャンプでなんか射撃場があったじゃないですか。ちゃんと撃つとダメージが入るみたいな。あれ他の人のシェルターに行けば簡単に剥がれるのかな。自分のシェルターでね、撃ったところでダメージ表示されないんですよね。だから検証はできなかった。とりあえずはじめは、グレネーディア。これを外していきましょう。 タレットあそこにありますが、可能であれば、ああいうね、設置してあるタレット。まずあれかな。とりあえず地面に撃ってみて、ここら辺どうかなここは届きませんね。あ、だ、だ、だ,だ、だ、ちょっと待って待って待って。とりあえずですが、ここら辺、撃っても届きませんよね。この位置から。まず死ぬ。次、グレネーディアを設定して、再び撃ってみますよ。これ届くかどうかですね。 あ、届いた。わかりましたかこのね、グレネーディア設定することで、ちゃんとタレットが届くようになる。もう一回外してみましょうか。外して、こっから撃っても、届かない。ちゃんと広がっていることがわかりますね、これでね。じゃあもう一回設定して、あ,あいつを倒してしまいますから。まあ、これによってね、利点といいますか。あ、今なんか、 上の方まで伸びましたね。あのタレットから。まあ、敵がいっぱいいる場所ですよね。まあ、デイリオフスでも、何でもいいんですけど。そこで相当な数の敵に対して、この雷撃がね、伝われるようになるんじゃないかな。今、なんか、向こう側に伝わってますね。これは、ちょっと面白いかもしれませんよね。全然届かなそうな場所に届きますからね。よし、じゃあ早速、デイリオフス。そちらを行ってみましょうかね。今日のデイリオフスは何かな バレーガリリア、スーパーミュータント、死亡時に爆発。これは結構簡単ですね。あとそうだ、ツーショットになってますが、ちょっと、本当に2発当たってるかね。まだ確認できてませんね。これも確かめられるんであれば、確かめていこう。この伝わる雷撃もちゃんと、ツーショットになってるかどうかですね。その伝わる雷撃が、ばらけたりしてくれるとね、より面白くなりそうですけど。さあ、どれくらい伝わるかな 他にもテスラライフを使ってる人はいますからね。雷撃だらけになるから、これは。おこれは、遠くまで伸びる予感、かなり。あの通路の向こうにいる敵にも、届く感じしますね、これは。あら、後ろに飛んでいくよ。すごいな、ね、これは。ああ、雷がすごいぞ、これは。他の人をつけてんじゃないの、ね、これもしかして、今回の話題を見てね。 おこれは伝わる。すごい伝わる適当に撃てば勝手に飛んでいくああ味方にも飛んでる雷が面白いなこりゃどうなってんだ遠方にいますが地面を伝わらせば届くとかあ結構遠くまで届くかなそんな感じはありますねあそこらにいっぱいいるがお伝わるぞすごい伝わるどうなってんだこれ わあ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 わ後ろに飛んでく。雷が。いろいろおかしいでしょう、これ。しかしいつも思うけど、このゾーンディフェンスね。敵が寄ってこないから、弾は拾いませんよね。残念なことに。ツーショットはどうだちょっとやっぱりわかんないか。ツーショットになってるのかどうかがね。よし。ボスをちまくる。あれこの野郎。よし、クリア。 さあ今回の報酬はガターバローズの看板残念じゃあ本日はいろいろイベントを回りまくってねこれでテスラライフルこちらガンガン試してみましょう誘えげるぞおおどうだ一発撃つとビ,ビビビビッとすごい伝わるがやはり2発飛んでる感じはしないかなどうかなうんわからんななんかうん一発が 二つに枝分かれしてるような。砂風には見えなくもないね。でもダメージは一つなんだよね。これツーショットだな、本当に。わからんな。追加の弾丸ね。発射されてんのかな空にいる、あのスコーチビスを。あそこにも電撃伝わるんですかね近くに寄ってくれば。ちょっと気になりますね。さすがにそこまでは届かないか なんか当たってる気がするんだけど。あれ少しか。ああ、ちょっと空中、あうん、どうだ。届いてる届いてる感じがするな。ダメージ数値がやっぱり表示されますね。やはりこの仕様のテスラライフル、これが活躍しそうな場所は、ライン・ザ・サン e s とか、あと上の方の瞑想のイベント。結構あそこはグールがばらけるから、かなり効果的な感じありますよね。おろおき様、おでこきさん。 遠方から、いびきりで削っていく。おっしゃ、おっしゃ。スコーチはガンガン出てきますね。しかし、通称と天空テスラで、適当に撃っても当たる。適当に撃って当たるといえば、サイバーパンク。その辺を放送させますね。純粋にやはり、遠すぎると、弾が当たりませんね。伝う範囲は広くても、伝う場所はない。 この距離は当たるかなディスタントサンダー。これはすごいんじゃないかちょっとこの場所は、あまりスコーチが固まらない場所ですね。まあ、でも一発で撃てば寄ってくるかな。全体がね。よし、撃つぞ。どうだあれあまり伝わらないやはり遮断されてるせいか。そこまで伝わる感じしませんね。お、どうだなんか3体ぐらいまでしか伝わらないよ。そういう仕様、実は。 数がいるからで言って、全部で伝わるわけじゃない。そうなのかな。なんかそんな感じですね、これね。あらら、そうなのちょっと思っていたのと違うけど。伝わる雷撃だと、ダメージはなんか12とかね。微妙な数字が入ることありますね。これなんだろうね。あとはダメージ数字が表示されないこともあるな。あ、ライン e サンド始まりましたね。これうってつけでしょう、まさに。 よし、来たぞ。ばらまいていく、早速。ミニダメージでも、ガンが伝わりますね、遠くまで。おー、いそいぞこれは楽しんだ。向こうにも出るかこれは経験値稼ぎに、うってつけだな。よし、イベント完了。なかなか身になったんじゃないでしょうか。このイベントもね。ーーーハートボザスワンプ。 これは、ザオタケは結構開きますけどね。よし。本体をガリガリ削りまくる。うわぁ。これじゃ削れないようだな。前楽には直当てしないと、あんまり効いてる感じしませんね。これあれかな微妙なダメージ入ってんのは、ツーショットの、そのダメージですかね。だから他にもちゃんとしっかりダメージ入ってるけど、ダメージ数字が表示されてない。で、なぜかこのツーショット分は、ダメージ数字がちゃんと表示されてる。 そんな感じなのかな再び前やらく、たくさん湧いてますが他の人も来たんで、スパンもばら置きましょう。こちらのイベント完了うん、やはり、一発撃つと、二発分のダメージになってますね、ちゃんとね。モンスターマッシュもそこそこグールが出てきますから。どうかなこのテスラライフルは、役に立てるだろうか 下にはグールに、ガッツもいるようだが、おお、すごい数字が出たね、今。やはり屋内だと、その効果まで、わかりやすいようですね。上にもグールやってきたが、指切りで打っていく。ああ、やっぱり、こうやって見るとわかりやすいな。数字の表示本当に、バリバリ当たる。目標はこれか。あれだけ来てるようだが、ツーショットテスラー。 入り口のうまで飛んでいく。あそこに何かいるのか。下に固まってるようですが。ダメージスパム。遠方の敵もめちゃめちゃ当たる。うわーやはりすごい。なんかいるぞ。うわー待って。アサルトのいる。マジで。こんなとこに。75レベル。しかし離れながら撃っていく。当ててててて。やお前 しかし姿が見えなくても、これなら適当に打っても当たりますね。あそこに2ようだが、打ってみたら、もりもり当たる。ああ、接近中。スパブバラマク。荒手が荒れた。うわ一気にやった。ステルスで当てると、なお強いですね。 サの階にはグールにローがいる新手がどんどん来ているようだが現在インターバル中なんですけど上には一体上の階から電気が伝わるこれから足音がしますが一体か真下にもいた上下の敵を同時に狙っていく 狙って撃つまあ、できてるかさっと倒しておっとあなたがいっぱい来たしかし超連射待てるぞゼムル3体頭あたりを狙ってみるいいぞス礼レスこれから狙ってみるレジェンダーいるぞミューテート タ込コから、狙っていく。よし。グールスレイやサブマシンがン。三体ほど集まりましたね。もう一体いるかな、近くに。ま、あいいや。一気に撃つう。いいぞ。ヘッドショットガリガリ入る。おっと、バカしたギリギリだ、体力が。爆破。あら、手が。二体のみかな ヘッドショット。奥から来ましたが、これでイベントは完了。あーっと、最後のシーンだ。よし、それでは今回はこの辺で一回終了したいと思います。まあ、今回はテスラライフルにパークのグレネーディア。こちら使ってみましたけどね。まあ、これ確かにかなりテスラライフルのあの連鎖攻撃、結構伸びることが分かりましたね。やっぱりデイリーオプスとか敵がいっぱい出るイベント、そこら辺ではとても役に立ちそうな感じはありますが、 ま、今回はとりあえず2ショットで使ってみましたけど、まあ、今後はね、クワットテスラライフル、そこら辺でも用いてね、まあ、より効率の良いね、狩りを行っていきたいと思います。で、次回はまたね、何か、今まで使ったことがないが、面白い使い方のあるパーカード、そちらがあれば、まあ、試しにね、いろいろ検証していきましょう。では続きはまた次回。